田中稲城から1925年2月22日は、明治時代から大正時代にかけての日本の官僚、図書館学者。帝国図書館初代館長、日本文庫協会初代会長。幕末に、巣王国で、岩国藩士末永家の三男として生まれた。陽名は辰之助。田中家の養子に入って、田中林蔵、後、稲城と改名する。藩校で、 漢学、英語学校で英語を学んだ後、1875年に東京海正学校に入学。1881年に東京大学文学部和漢文学科を卒業すると、共に東京大学文学部法学部巡講師に任ぜられた。1882年には助教授に昇進するが、1886年に文部一等族に任命され、 文部省の本省に転属。文部省所管の東京図書館の運営に関わり、図書館行政の道に入る。1888年、当時文部書機関だった田中稲木は図書館に関する学術修行のため海外留学を命ぜられ出国。アメリカ合衆国とイギリスで、ハーバード大学図書館、ニューヨーク公共図書館、大英博物館図書館、 オックスフォード大学図書館、ケンブリッジ大学図書館などを見学、研究し、図書館経営の実務を学んだ後、フランスとドイツを留学して1年半後の1890年3月に帰国した。帰国後、帝国大学文科大学の教授に任せられ、ついで上野の東京図書館の館長兼務を拝命、1893年には図書館長選人となって本格的に、 日本における国立図書館の整備、経営の仕事に取り組んだ。田中が館長に就任したとき、東京図書館は極めて貧弱な予算と施設しか持っていなかった。文部大臣、森有則の学校教育改革の煽りを受けて、文部省の社会教育にかける予算は削減されていた。上、折から、朝鮮情勢の緊迫化から、政府全体が日清戦争に向けて、 軍備拡充に予算を継ぎ込んでいたため、教育、文化行政の一分野に過ぎない、図書館は全く重視されなかったためである。そこで、田中は、政界寛解の有力者や、関係各所に向けて、陳情活動を行うとともに、欧米諸国における、国立図書館政策を紹介したり、国立図書館が国の教育、文化政策の要であることを広く説いて世論に、 国立図書館拡充を訴え、東京図書館を新たに帝国図書館に発展させる運動を行った。こうした田中の活動が実り、政界や文部次官の牧野信明など、寛会の尽力を得て、日清戦争終結後の1896年12月からの第10回帝国議会両院で帝国図書館設立の権威が可決され、翌1897年4月に、 帝国図書館関西の直令が交付されて、帝国図書館が創立を見た。帝国図書館は、東京図書館の寄稿を受け継ぎ、東京図書館長、田中稲城が、帝国図書館の初代館長となった。また、帝国図書館の施設は、帝国図書館創立と同時に設置され、田中館長も加わった、帝国図書館新築設計委員においてし、 敷地選定と設計などの検討が進められ、完成すれば東洋最大の規模となる大図書館が計画された。しかし、政府の財政難から第一期工事のみが当初、計画を大幅に縮小して1898年に着工、建築に8年を要して1906年にようやく竣工した。新築となった上野の帝国図書館は建築当初の規模こそ、 全体計画の4分の1でしかなかったものの、創越乱石数300石、地上8層、地下1層で、収蔵能力50万冊に及ぶ書庫を有し、現在も国際子ども図書館として現役で使われている。この間、田中稲城は海外における図書館会の協力体制を見習って1892年に創設された日本文庫協会の設立を発揮し、 日本初の図書館法令である図書館令の検討にも携わるなど日本における近代的図書館の発展に尽力した。彼の館長在任は東京図書館時代から通算して30年以上に及び帝国図書館を初めて真に国立図書館と呼びうる組織に発展させた。しかし帝国図書館は田中の計画通りに発展することを果たせなかった。対象に入ると 帝国図書館は早くも書庫と閲覧室が逼迫し始めていたが、当初計画通りに増築することは叶わなかった。そして1921年、図書館員教習所の開設に際し、田中は手狭な帝国図書館内に教室を設けることを拒否したことから、図書館の近代化のために、司書の専門職化のための教育機関の必要性を唱えるのりすぎよしとしと対立。 田中が設置の条件に図書館の増築を求めたことから文部省本省とも対立して間もなく退官した。事実上鋼鉄に近かったと言われる。1925年神経衰弱のため死去。帝国大学編、帝国大学一覧、明治23、24年、帝国大学、1890年、364ページ。田中と共に、菊池大六。 富山正一、辰野金吾、久た正道るが、帝国図書館新築設計委員として、選定されている。田中は、乗りすぎが省内で孤立しながらも、支所育成の必要性を唱えてきたことは評価していた。ものの、独立した施設や予算が出ない期間では十分な、育成はできないと考えていた。このため、1921年6月1日に、東京美術学校内に、 図書館員教習所が設置される。服部と長、とし自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧十七ページ、官報第二千五百四十五号、除人及び、事例千八百九十一年十二月二十二日、官報第千七百七十三号、除人及び、事例千九百十八年七月一日、ありがとうございます。